モントとマシュリーの婚礼の儀が挙げられた。これによりディオニスとホルンは連合国家となった。だが平穏の時は長くは続かない。二つの指輪を持つオベロンはオイスへの侵攻を決断。それを阻止するべくモントは兵を率いて出陣。一方のウェズエットでは国家の在り方をめぐってグラセーと義士ロゼルそれぞれの率いる軍勢が激突。さらにはその戦場にクリスタルから目覚めた化け物権威が姿を現したのである。みんな逃げて、一刻も早く。どうなさったのです、ロゼルナ様。巨大な化け物が現れた。今はグラセラたちが化け物を抑えてくれている。グラセラ様が。だがいつその防衛網が破られるかわからない。だから早く。わしらは大丈夫です。ですからどうかグラセラ様を。分かっている。絶対に死なせない。グラセラ様、この化け物は一体。わからないわ。そんな話は聞いたことがないわ。ではなぜこのような化け物がウェズエットに。ジェーヌ、援護して。援軍が来るまで何としても持ちこたえる。ですがこの数を相手に。ここで私が倒れたらこの化け物はきっと村を襲う。行くわ。大丈夫。グラセラ様こそ深い傷を負っているのに。私の体なんかどうでもいい。ロゼルナの決闘、死ぬおつもりだったのですか。死にたいなんて思わないわ。どちらが民にとってふさわしいのか、そればかりを考えていた。グラセラ様、ひとまず引いてください。グラセラ様はウェズエットの未来のため必要なお方。ここは私が引き受けます。それはできないわ。グラセラ様、どうして。あなたには
聞こえないの？頼もしき時の声が。待たせたわね。村のみんなが。心配いらないわ。すべて避難させた。そう。よかった。こんなに傷だらけになって。ありがとう。グラスラ。あなたのおかげで村の者たちは助かった。あとはあの巨大な化け物を片付ける。グラスラ様、姉様。心配いらない。フレイザー、グラスラを連れて村のみんなのところへ。彼女の治療を。承知いたしました。残った者たちであの化け物を倒す。押してるのは確かよね。果たしてそうでしょうか。ちょっと、いい加減なこと言わないでよ。いいえ、カエアの言ってることはおそらく真実。そんな、まるで甲冑のような貝骨格。そうね、これだけの猛攻を浴びながら平然としているように見える。このような生物が存在すると聞いたことはありません。となれば人工的に作られた。そういう可能性があるということです。人工的に作られたとしたら厄介。目的は戦のため、つまり兵器。当然反撃を受けることも想定し設計されているでしょう。じゃあ僕たちがこうやって苦戦してるのも想定済みってこと？どうすれば。
あるもの。することもできぬ。そんな、それはこの化け物を倒せない、そういうことですか。おそらくは奴はさらに強大になりつつある。俺たちがいても無理か。元気そうで何よりです。いらんだか、久しいな。本土で別れてから消息が分からず心配しておりました。まあ不思議な縁だな。そこの翼ある者ギルガメッシュと出会った。それからあのそこの御神はシュテル。リオンにすんの？ああ、そうだ。まあ本人にはその自覚がないようだ。余計なこと言ったか。好きにしてください。なぜここへ来た。そなたらが探すべきはマサチカのはず。邪魔が入った。邪魔だと。メルニア、そしてラネル、二人の女からの襲撃を受けた。うん、心当たりはないよ。その名に聞き覚えはない。何にしても奴らはマサチカを手に入れるためシムールの刀を狙った。加えて血相を変えて飛んでいくあんたが見えた。それでひとまずこちらへチョコボを走らせたわけさ。化け物がまた動き出した。こいつが天意か。天意？ああ、そう呼ばれているらしい。どれほど強いのか試してやろうじゃないか。手強いな。ギルガメッシュ。なんだ。天意はさらに強大になりつつある、そう言っていたが。こやつは我の知っていた天意とは異なる。異なる。膨大な魔力を糧に変容したのだと思われる。見えるか、
ですか。いかにも天の動きを封じるため、アンビースは奴と融合することを選んだ。そのアムネリスの魔力を喰らい変容したわけか。そう考えるべきであろうな。この天意という化け物はどのような経緯でここに現れたのでしょう。話せば長くなる。我も天意も、もともとはこの時代よりも未来にいた。未来？信じられない。天意は戦争で使われるため作られた兵器なのだ。だが天意を恐れたブラド皇帝は我らもろともこの時代へ叩き落とした。その天意をアムネリスという人が封じたわけですか。いかにも。ディオニス城の地下に巨大な空洞があり、そこに天意を封じた。天意は血の匂い、いや正確に言うならば失われゆく魂に敏感に反応する。ディオニスはフェネスとの戦で戦場となり、おびただしい量の血が流された。そうアムネリスの戒めを出し、奴は天意は覚醒した。父上の苦悩の原因こそがこの化け物というわけか。そこまで考えが及ばなかった己が情けない。となれば見逃すわけにはいかぬ。おい、感情に任せて命を粗末にするなよ。とはいえ正近とやらを探している暇などありませんよ。まあそれは確かだがな。仕方ない、やるだけやってみるか。あんた目が悪いんじゃないの。天意の向かう先に何がある。村人たちを避難させているわ。それに負傷したグラセラも。ギルガメッシュ、あんた、天意が失われゆく魂に強く反応すると言っていたな。俺たちみたいな面倒くさい相手よりも簡単に食える魂が好みか。まさか、グラセラの身に。私も行くか。ええ、どうしてあんたロゼルナ様に。ロゼルナともあろう者が急所を外すとはな。すなわち天は我に味方したということ。神はロゼルナではなくこのわしを選んだのだ。
グラセラを倒せ。今すぐに。素直に応じればお前たちは生かしておいてやる。ひざまずけ。このわしをあがめ、たたえよ。誰があんたなんか。とはいえこれ以上持ちこたえることは。私はここよ。何してんのよ。せっかく治療したのに動けばまた傷口が。ロゴ、あなたの望みは私の命なのでしょう。欲しいのなら今ここで奪えばいい。私は逃げも隠れもしない。村のみんなには絶対に手を出させない。手を出すなと言われてその通りにすると思うか。グラセラ、貴様が一番苦しみ絶望する方法で殺してやる。すなわち村人の命を貴様の目の前で次々と奪ってゆくこと。だがわしにも慈悲の心はある。安心するがよい。皆殺しはさすがにせぬからな。働き盛りの男どもまで命を奪って年貢の取り立てに支障が出る。家畜として生かしておいてやる。けどめ、ソニル、フレイザ、力を貸して。当たり前じゃないの。こんなやつ許しておけない。同感ですね。ではこちらも本気でやらせてもらうとしましょうか。己の無力を思い知るがよい。したグラセラ、顔色が優れぬようだが、ロゼルナなんぞをかばうからそのような目に遭うのだ。後悔なんかしてないわ。おお、あれだけ敵対していたのにな。大丈夫、心配はいらんぞ。お前を始末した後ロゼルナ。ふざけないで。あんたなんかにロゼルナ様が。まだ生意気な口を叩くか。よかろう。では望み通り殺してやろう。者ども手加減など不要。この白き大地を血の赤で染めよ。させる。
久しいな、グラセラ。ええ、子供の時以来ね。傷が深いならば引け。ここは俺が。ロゴールは私が。この胸クソ悪い男が。いいだろう。思い出したぞ。祖国を捨てて教会に拾われた。俺は教会とは関係ない。一切は。どうでもよいことだが、者ども、獲物が増えたぞ。シテルの首を取った者にはたっぷりと褒美を取らすぞ。やれ、切り刻むのだ。原型をとどめぬほどに。さすがだな。俺たちが来る前に片付けちまうとは。まだ終わっておらぬぞ。殺戮の後にしばしの休息を取る。何のために？食らった魂を消化するためか、それとも各機関を沈めるためか。その時こそ奴を撃つ好機なのではないか。近寄れればだがな。正気か。
いかにも。リオニス領に漂っていた消去は休息中の防衛手段として奴が吐き出したのか。少なくとも我はそのように認識している。奴が休息を終えた。さらなる殺戮が繰り広げられることになるであろう。やはりマサチカを探し出さなくちゃならねえようだな。天意は以前よりも強大な存在となりつつある。我はそれを阻止するためアムネリスからの信託を精査せねばならぬ。承知した。俺たちはマサチカを探し出す。頼んだ。だがマサチカを見つけたとしても不用意に触れてはならぬ。ああ承知してるぜ。聞いた通りだ。天意を倒すためにマサチカという刀を探さねばならん。再び奴が現れたら戦おうとなど思わず村人たちと逃げろ。いいな。それは私の役目じゃないわ。ロセルナ、村のみんなを、ウェゼットをお願い。あなたは？みんなに、ホルンやリオニスに、天意のことを知らせに行く。天意が再び姿を、ウェゼットじゃない。そんな予感がするの。ウェゼットをお願い。あなたにしか頼めないの。だから。でも、私は、私には、そのような資格は。私たちの体に流れるクーリの血は、忌まわしきものかもしれない。でもそれは私とあなたとはつなぐものでもあるわ。同じ悲しみを胸に秘め、同じ苦しみを背負い、何度運命を呪ったことだろう。でもいいえ、だからこそ同じ悲しみを背負ってきたあなたを私は信用できるのだと思うの。メッセット。クロセラ。行くわ。一人で行かせるわけにはいきません。カエアン、それにカディア。あれだけ説教したのにもうお忘れですか。姉様を一人で危険にさらすわけにはいかないわ。ごめん。ありがとう。感謝してるわ。してる。マントへの伝言があれば聞くわ。あなたの気持ちを伝える。俺の気持ち？どういうことだ？そう。
まだ知らなかったのね。モントとマシュリーは結ばれたの。そうか。ならば伝えてくれ。おめでとう、兄貴と。わかったわ。必ず伝える。でも、それだけでいいの？あなたもリオニスに。日の当たるところを歩くのは、兄貴だけで十分だ。俺は影からリオニスを支える。わかった。ありがとう。あなたたちのおかげで、民は救われたわ。礼ならばグラセラに言うことだ。アンビル城へ行きましょう。ああ、そうだな。